西武秩父線。西武秩父線は、埼玉県飯能市の阿賀野駅と、同県秩父市の西武秩父駅とを結ぶ西武鉄道の鉄道路線である。路線名に、西武を含む、駅ナンバリングで使われる路線記号は SY、SI。池袋線の事実上の延伸区間であり、池袋線と共に、池袋西武秩父間を結ぶルートを形成している。池袋線の反応。 我れの間と直通運転している特急、快速急行、急行は池袋駅まで特急レッドアロー号の案内などにおいては当線内も池袋線とする表記が見られる運転系統上全列車が池袋線反応我れの間に直通している一方で池袋線反応伊藤所沢池袋方面と直通する列車は特急秩父号と 土休日のエストレーン、一部快速急行、急行、臨時各駅停車にいられることから、案内状は、反応西部秩父間を西部秩父線とする時刻表検索サイトも存在するが、厳密には誤りである。道路線は、西部を含めた西部秩父線という路線名である。この理由は、秩父地方に、道路線より、先の明治、 大正時代に開業した秩父鉄道秩父本線が秩父線と呼ばれており、東路線は開業にあたり社名略称を冠して命名された。各駅の路線図などでも、西部が省略されることはなく、西部秩父線と表記されている。つまり、他社の路線名との重複を防止するためのものであり、西部では他にも、西部有楽町線が同様の理由で、西部を含めている。 東京メトロ有楽町線との区別のため、武功山から産出する石灰石を原料とするセメントの輸送と沿線の観光開発を目的に建設され、1969年昭和44年に開業した、小丸足学母間で小丸峠を越える山岳路線で同区間に存在する小丸トンネル延長4811メートルは、 山岳トンネルとして建設当時日本の私鉄最長であった。2013年、平成25年、西武ホールディングスの筆頭株主であったサーベラスからリストラ策として、東路線を含む西武鉄道の複数路線の廃止が提案されていると報道された。これに対し、同年3月25日に上田誠二埼玉県知事や沿線の主張は、 生活鉄道であるとして、道路線の存続を要請した。同年5月、秩父地域一市四町の自治体、商工団体、観光協会や埼玉県は、西部秩父線利用促進協議会を結成し、利用促進を目的にした様々な事業に取り組んでいる。戦前に我のまで達していた池袋線を1969年、昭和44年に、 武州鉄道との競合の末延長したものである。道路線の開業により、西武鉄道では従来にない列車の運行を開始した。開業と同時に特急専用車両5000系を投入し、池袋西武秩父間で全席指定の有料特急、レッドアローの運行を開始した。また、一般車両についても25%パーミル以上の連続勾配のある。 道路線を走破するため、大出力モーターに発電ブレーキや、そもそも速ブレーキを装備した101系が投入され、電車の気候面でも、一大エポックをもたらした。貨物輸送においても、東横瀬、海池袋、国分寺、高麗館で、セメント輸送のための最大1000トンの重量貨物列車が設定された。そのため、国鉄 EF60 系電気機関車に準じた、 性能を持つ、民鉄最大の E51 系電気機関車が、新生投入されたが、1996年、平成8年の貨物輸送終了とともにその役目を終えている。貨物輸送は、セメント、東横瀬駅構内にある三菱工業セメント、砂利輸送列車と、三菱工業セメントでの生産機材に使用する、重要輸送するためのタンク列車。 多キ1500系、多キ45000系、多キ800系タンク車を、使用があった。セメント列車は、多キ1900系タンク車が使用された。同工場向けの重油列車、砂利輸送列車は当初東横瀬駅、池袋駅間の運転であった。セメント列車は、池袋駅より、国鉄山手貨物線経由で隅田川駅、南甲府駅、南橋本駅まで、 西部所属の和風101系平結のまま運転されていた。重油列車は池袋駅より国鉄山手貨物線、東海道線を介して神奈川臨海鉄道の横浜本木駅及び総武線と外房線、蘇我駅を経由して京葉臨海鉄道の浜五井駅まで運転されていた。砂利輸送列車は池袋駅から赤羽線経由で板橋駅、 山手貨物線経由で隅田川駅へ運転されていた。なお、武蔵野線が開業した後の1976年に、西部の受け渡し駅が池袋駅と国分寺駅から新秋津駅へ周、されると、西部先発着駅が池袋駅から新秋津駅へ変更となり、セメント列車は廃止まで、重油列車は1982年に燃料変更で消滅、砂利輸送は、 板橋駅と隅田川駅から坂折駅へ発着駅が変更となった。なお、一時期は、小賀の町を経由して、西武系リゾート施設の多い長野県北作郡、軽井沢町まで路線を延伸する構想もあったが、実現はしなかった。西武秩父駅の構造はその名残と言われている。現在、西部観光バスが西武秩父駅から小賀の町方面へのバスを、 運行している。運転系統としては、完全に池袋線、反応駅北と一体であり、有料特急の秩父が池袋駅発着、各駅停車が反応駅発着で運転されている。土曜、休日は池袋駅発着の快速急行急行も運転される。なお、土曜、休日の早朝には、 ところ駅発の西部秩父駅特急がある。2017年3月25日からは、4万系の重量固定編成を、用いた座席指定列車、エストレーンが、と休日に運行を開始した。1988年12月までは、池袋駅発着の急行や準急、反能駅西部秩父駅間は各駅に、停車が終日にわたって運転されていた。 現在は、平日朝に、池袋発小手差し行きの各駅停車1本が、西部秩父行きとして、臨延長運転を行うことがある。その他、春の芝桜シーズンや毎年12月3日の、秩父夜祭り、横瀬車両基地でのイベント開催時などに、臨時列車が運転されている、西部新宿発着の臨時列車が運転されることある。 1976年から1993年までは新宿線からも西部新宿駅発着の特急奥秩父が土休日に一応往復運転されていた。2014年7月には21年ぶりに同区間に臨時特急奥秩父が運転され、この他にも同年の GW や夏に新宿線内急行、池袋線内快速急行の臨時列車が 運転されている。また、西部秩父駅構内に設けられた秩父鉄道との連絡線を経由して、秩父鉄道秩父本線の長泥駅、三部口駅まで直通運転を行っている。併結運転される長泥、三部口駅の列車は連絡線の配線の関係で、西部秩父駅の一つ手前の横瀬駅で分割されて、続行運転となり、長泥駅は、 西武秩父駅に入らず直接、秩父鉄道の花畑駅へ乗り入れ、三福地域は西武秩父駅で向きを変えて、秩父鉄道に乗り入れるという特殊な運行形態を取る。平日は通勤通学時間帯に反応発着1往復が運行される。土曜、休日には池袋駅から秩父鉄道へ直通する快速急行、袋は急行がに往復運行され、 都心から秩父への観光輸送に貢献している。長瀞駅の列車は直通開始当初から1992年3月30日までは、野上駅までの運転で、1992年3月31日から2007年3月5日までは、より駅まで運行していた。運転区間がより駅まで延長されたのは、東部東上線からの直通列車が廃止されたことに、 伴うものだが、年々利用が減っていたこともあり2007年からは、直通開始当初よりも一駅、短い長ロ駅までとな。各駅停車については4000系の4両編成、またはこれを2編成組み合わせた8両編成による運用が主体で、4両編成の列車は一部を除いて、ワンマン運転となる。また、土曜、休日には、新2000系、2万系、 三万系が一往復塗り入れ、これらの車両はワンマン運転に対応していないため車掌乗務となっている。2017年ダイヤ改正時では、下りは反応初浅く時代の西部秩父行、上りは西部秩父発夕方16時代の快速急行池袋行に充当される。日中は横瀬駅に留置されるが、繁忙期は前で、 反応駅西部秩父駅間を折り返し運転することもある。重量編成は過去には5000系が4両編成から6両編成へ増強される過渡期の観光シーズンに4両編成と6両編成を連結して運用に入ったことがある。また重量固定編成である東急5050 50系4000番台が試運転目的のため入選したことがある。 山間部を走行する路線のため、台風やゲリラ豪雨などで運転見合わせになることがある。25%パーミルの連続する急勾配が存在する路線であるが、そもそも即ブレーキ装備車両のみ、入線可能といった制限は開通当初からない。この点は東武日光線や富士急行線などにも共通する。改正ブレーキを装備した車両は、 試運転やイベント時などを除いて入線していなかったが、2007年12月3日より、阿賀野変電所及び、小丸変電所で、環境配慮型蓄電装置の運用が開始されたため、改正ブレーキが失効する恐れはなくなり、本格運用が可能となった。また、これにより、副都心戦争後直通各社の車両も入線が可能となったものの、 前日の東急5050 50系4000番台が試運転で入線し、以外には入線実績はない。6000系、9000系は営業列車としての入線実績がない。2000系は新宿線にしか配備されておらず、入線実績が1997年、平成9年の横瀬車両基地イベントの送り込みと、2015年、平成27年の団体臨時列車の2度しかない。 道路線では2007年3月18日からパスもスイカも利用可能を導入しており西部秩父駅は自動改札機その他の駅は簡易 IC カード改札機を設置して対応しているなお秩父鉄道線では利用できないので秩父鉄道線の駅を目的地にして乗車する場合はあらかじめ自動券売機で乗車券を購入する必要がある長駅電車で 西武秩父駅と同一駅扱いである秩父鉄道後花畑駅で下車する場合も同様である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。